どうも、お疲れ様です。えー、今回は38週目、9月18日から22日までの1週間を占っていこうかと思います。まあ、いつも言いますけどね、占うと言ってもね、別にあの占うわけではないですからね、占いではないですから、えー、どういうんですか、展望を見ていくって形ですか。はい、えー、よろしくお願いします。で、えー、38週目はですね、 まあ、148年に到達するんじゃないかなっていうところです。ご覧のように、週足を見ていただいても、一方的に、えー、上昇トレンドにありますよね。で、先週は、どういう形だったかというと、先週も上昇トレンド、つまりは、あ、まあ、右肩上がりになるよっていうことでお話ししたんですけども、万が一ね、万が一介入が入った場合に、介入ってのはもう、ここですからね、介入に以前入った時、こういった陰線が、 ドカンと出ましたから、だから介入が入った場合に、介入対策をしときましょうってことでね、ちょっと一つ紹介しました。あんまりテクニカルをされてる方には、こんなね、抜け穴みたいな方法を教えない方がいいんですけども、まあでも、上昇をずっと意図しながら、37周目を送ってる方にね、もしかして大きくズドンと下落の波が訪れた時に、 こうやってれば大丈夫だよっていうことをね、えー、込みでお話し,しました。で、今回も同じです。うん、まあ、145円とは言いませんけども、146円。<laughs> 今度はね、146円に、まあ、そのトリガーを作っておけば、うん、万が一の時にも大丈夫ということですよね。146円。まあ、この辺ね、145円にするのか、6円にするのかっていうのは、本当さじ加減なんですよ。だから、145円台とかね、144円台でもいいと思いますけどもね。 こういう風に、どの辺かなみたいなの。この見極めも非常に重要なんですけども、例えば、えー、先週はですね、この、髭を下に出しているところがありましたね。ここですけども。うん、ここがちょっとポイントになりますので、この145よりもちょっと下かなとかね。 もう本当これは感覚になってきます。はい。あまり細かく言うとね、またあの、お菓子の抜け穴を皆さんに供述することになると思いますんで、まあこれはですね、うん、習慣トレードとかファンダメンタルズを攻略しようとする人へのリスクヘッジということなんで、えー、ちょっと申し訳ないですけども、この辺にさせてもらいます。思わせぶりですいませんけどもね。はい。そして38週目なんですけども、話戻りますと、えー、今までと同じように上昇トレンドがこういうふうに続いてますよってことなんで、 もう迷いなく、148円に向けて、この1週間行くんじゃないかなって考えていけばいいと思います。えー、147円の828から148円なんで、すぐ行くじゃんって思われそうでしょ。うん、でもそのぐらいじわじわと進むようになってくるんですよ。まあというのがもうね、150円近いでしょ。で、今、すでに、介入がいつ入ってもおかしくなくって、口先回にもう2回入ってますからね。うん、その辺を忘れずに、この上昇トレンドを戦っていきたいかなってところですね。 はい、それではね次の時間軸日足を見ていきましょう日足で特徴的なのはここにもうねダブルトップが書かれたことなんですよ天井に一旦達足して下に下がったんだけども同じ水準まで上がってきましたよねってことですですんでここを今週は破っていく傾向にあると思いますですからもしね週の前半で下の方に向かうことがあっても下に下がった分だけ 倍ででで入るるきの伸びが期待すまあそういう風に見ていくということです、えー。ここはもう相変わらず上昇トレンドですからね。で、ここで天井を叩いて、ずっとこう上に行ききらなかったんですけども、ここも結局突き破っちゃったでしょ。うん。だからこういうことを考えると、天井を叩きながら徐々に徐々に上に向かっていくっていう図が見えるということでございます。で、ここなんてのはね、もう NG だったんで。 天井叩くみたいなところはなかったんですけどもね。ここは N 字じゃなくって、まあダブルと言いますかね、3回ぐらい天井叩いてやっと抜けたってことです。ここも2回3回叩いて天井抜けるっていうことになると思います。まあこれってのはあ、上昇トレンドの中でも上に上がりにくくなってきたってことを示しているんですよね。まあそれは投資家の警戒感によるもんだと思いますけどもね。じゃあ4時間です。4時間はここの3点天井っていうのをね、ずっと話題に出してましたけども、 ついにここが窓を開けた38周目からトライアングルを作って大きく上に抜けたよってことでまた埋め始めたってことですよね。だからこの上昇の勢い結構強いのがわかるでしょうそれを37周目はずっと見てきたわけですよ。まさにね、あの、ペナントがなければこういうふうにはなかったと思います。え、はい、で、これ1時間軸なんですけども、ペナントを作ったのはここですよ。 ね、一週間が始まったのはここですからね。こっからブレイクして、ずんずん上に上がってきて、ね。その,の過程っていうのはずっとお話した通りですけども、そして横ばいに入ったり、下に向かうのかなと思わせたところはあったんですけども、下に下がった分だけ大きく上に抜けたと。天井を越えたんですよね。まあそういうふうな37周目を見るに、もう続いてますからね。この相場ってのは。じゃあ次の展開も今までの、この、 結局は上昇に合わせていく形で窓も埋めてこの先週までね一番高いところにあったところもついに超えようとしている超えつつあるってところですまあこう考えていくとこれから始まる38八目も上昇の方向に向かうというふうに考えた方が妥当だとただしその上昇の流れってのは徐々に徐々にペースを落としてきてますよとそれは介入を警戒して資金の 投入っていうのをね、多くの投資家さんがすごく慎重になってるからだと言えると思います。えー、それではね、チャートを見ての解説はこのあたりにして、次は材料をいろいろと見ていこうと思います。さあ、お疲れ様です。それでは材料の方を確認していきます。38週目なんですけども、9月18日は経路の日でお休みになってますね。日本の市場は休場ということになってますので、18日はお休みされる方が多いんじゃないかなと思います。 まあ値動きはね、えー、その中でもありますので、一応見ていきましょう。で、私たちの動きとしては、えー、18日、えー、まあお休みされてもいいと思います。ですんで、えー、16、17、18、金、土、月と、あ、金、土、月じゃない、すいません。土、日、月というふうにね、3連休取って、19日からトレードをしていくっていう形で考えていってもいいと思いますよ。 18日、トレードができなくもないんですけども、私の方も放送はせずということにしていこうかと思います。まあ一応ね、放送せずと言っても何かしらすると思いますけども、基本的にはいつもみたいにバシ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 とね、動画の更新があるよってことにはならないというふうに捉えておいていただければと思います。まあその中で、材料自体が少ないんですけども、23時に住宅市場指数があります。そして29時ということなんで、えー、火曜日の朝5時ってことになりましたね。うん こちらの方にも材料が入ってますね。まあ、ですんで、えー、火曜日からいろいろ見ていくってことになると思います。えー、9月19日火曜日から、あ、いろといつも通りの相場解説をしていきます。で、こちらの方時間書いてないんで、えー、ちょっとよくわかんないんですけど、FOMC がありますね、1日目。ここもね、FOMC が始まるってことなんで、委員会が。うん、だから何か発表があるってことはないんで、えー、なんとも言えないってことですけどね。 えー、とりあえずそういうのがあるよってことです。時間が書いてないんで、これはもうあまり考えないでいきましょう。えー、そして18時にユーロの大きな、ああ、こう発表があります。まあ、いつも言いますように、私たちは日本とアメリカの発表以外は、もう触ってもしょうがないんで、ここはもう割り切って情報を取らないでおきましょう。で、21時30分に、えー、アメリカのね、えー、こう材料が続きますんで、ちょっと夜は警戒ということですね。まあ、この時間、 うん、トレードしてる人はあんまりいないと思いますけども。はい。そして水曜日です。水曜日も材料は少なめです。貿易統計があります。えー、先週ですけどもね、材料の見方について、ドミノのように次の情報、次の情報っていう風に影響していくんだよってことをお話したのは覚えてらっしゃいますかあちらは必ず頭に入れておいてください。えー、すぐにね、使うってことはありませんけども、なんでね、材料が入った時に私たちは、 相場かからポジションを抜くくのかっっててことに関わってくるんですけどもじゃあ上田総裁が何かね土曜日に発表しましたそうすると月曜日ってのは市場が土日を挟んで開きますよねその時に上田総裁の発表があの一気にね、えー、形になるわけですよだから大きく下落をしてあの大きな窓を作ったってことになりますその次の報道がじゃあ上田総裁の発表によりこれからはもしかしたらね 金融緩和を考え直すかもしれないよってことを言われたわけですからじゃあ長期金利を扱うとマーケットがですね利上げを0.7%に決めましたっていうことになるわけですよまあそうなるとお長期金利が値上がりするわけですから長期のローンを組もうかどうかっていう人は組まない可能性が強くなってくるわけですよ長期金利が今まで通り安いですよとかもっと安くなりますよって言ったら長期の借金がしやすくなるんで え、価償却費を積んでですね、じゃあ10年ものの借金をして設備投資、20年ものの借金をして設備投資っていうふうな動きが出てくるんですけども、その逆だったんでね、機械受注が鈍化したわけでしょ1。1%, 1、1.1%鈍化したわけじゃないですか。だから、お金の流れが今までとは違って、円安から円高の方向に瞬間触れたってことになります。ししかし そこからは別に材料の発表があるわけじゃないですけども、トレンドの方向にいろいろとね、中和されていって、結局は右肩上がりに戻ったよってとこです。だからそこをね、狙うことができれば、このファンダメンタルの考え方ですけども、ちゃんとね、セルの方に行って、バイの方に戻していくっていうゲートもできるわけですよ。さあそして、これ水曜日の8時50分ですけども、貿易統計があります。 先週のお今お話したような数字とは直接関係がありませんけども、まあここにも材料が入ってくるんだなと。もしかして、ここの、えー、貿易統計が大きく狂うような数字が出れば、また市場はあ混乱をするんじゃないかなってところですね。ただどうなるかわからないので、私たちはテクニカルでやってますからね。こういった情報があるときはポジションを外していきましょうと。具体的に言うと、この水曜日は9時半とか10時ぐらいから あポジションをね、取ることを考えていけばいいよってことです。はい、水曜日ずっと見ていきまして、夜ですね、27時に FOMC がありますと。パウエルの発表もあります。ということは、深夜3時とか4時ぐらいに大荒れするってことですよ。ね、木曜日の深夜3時ですよ。深夜3時とか4時。これはでかいですからね。ここは超警戒です。ポジションは絶対持ってはいけません。えー、そして木曜日に、その水曜日のパウエルの 定例会見があって、ガッタンガッタン揺れていると。で、それに応じるように、様々な国からの発表も立て続きにあるということになります。三つ星が続きますね。で、もしかすると、木曜日、大荒れに荒れるかもしれないなっていうことはわかるでしょう。ですので、木曜日はね、トレードができないと思った方がいいです。月か水はなんとかできたとしても、木曜日は、ちょっとね、ポジションを取ることはやめた方がいいですね。もう大荒れに荒れです。 で、金曜日どうなるかっていうと、さあ、日銀の金融政策決定会合があります。これはでかいですよ。金曜日はもうほとんどトレードできないでしょ。材料も続きますね。いや、もうほんと散々ですね。いや、ということはね、どういうことかっていうと、ここで、もしかしたらですよ、円安が止まって円高の方向に行くかもしれませんし、ここで、上田総裁の定例会見もあるわけですよ。これはでかく動きます。もしかしたら、 円高の方向に、つまりセルの方向にバカバカ動くかもしれません。なんとも言えません、これは。だからね、金曜日はもうトレードにならないですよ。で、木曜日もトレードにならないと思います。ということで38週目は、一応148円の方向に行くというふうな目算立てましたけども、木金で大割に荒れて、もう結局どうなるかわかりませんよってことです。もしかしたらここでね、市場介入の発表もあるかもしれないですよ。すごい混乱する。 一週間。それが38週目になると思いますんで、あの、多くの方にはね、これから宣言しておきます。デモトレードをした方がいいと思います。そして一週間はトレードが非常に難しい。できないかもしれないと思った方がいいですね。はい。えー、38週目。非常に難しいですよ。大割りにあれです。嵐です。慎重に進めていきましょうというよりも、ポジション取らないことを私はお勧めしますね。トレードをするなとは言いませんけども、デモトレードにした方がいいと思います。 これは FX オリアルヒの皆様に呼びかけております。全員デモトレードがいいと思います。38週目はそのぐらいアレルシになると思います。それでは。